芋畑でございますね。お芋が食べたくなってきちゃう。あら、何芋がお好きで？さつまいも、もだしじゃがいもも、いいかなと。私長芋が結構好きですから、ね。あ、いいね。うん、芋畑がすぐありますから、ね。そうそうそう、とろろに ね。芋畑がありますから。あら、まあちゃん。芋畑が。まあちゃんじゃないですか。芋ネズ。お、ねえ。芋ネズが。芋ネズが。いいべいいべ。いいべいいべ。いいべいいべ。片までジャポン。今日来てくださった方々が、はい、なんとイモネーズさんというお二人でした、はい、福島県の方でして、うんそうですね、うん、あのお一人ずつ歌手活動をなさっていた時にちょっとしたきっかけで、うん、このあの麦畑って皆さん有名な曲があるじゃないですか、はいはいはい、あれをちょっとこうもじったそうで、イモネーズで芋畑、はい、なんかこうゆったりとした歌でそうそうそう、とっても楽しかったですし、うんうん、お二人の訛りが本当すごくてあのちょっと話あったんですけども、うん、8割ちょっと聞き取れませんでしたっていうのは冗談で、だいたいこう言ってるんだろうなみたいな、そうそう予測でね、予測で喋ってました。ラジオでどこまで皆さん掴めるかっていうことですけどね。もうあのほとんどあのエミちゃん、はいはいはい、女性の方の方がハキハキお話しなさっていて、はいはい、でまーちゃんはどうされるのかなと思ったら、まあ喋ってました。喋っていただきました。もういい方なんだろうなっていうのが溢れてました。ね、このさ、チラシだけ先にもらってたから、なんか、そう、どれぐらい素朴な方が来るのかなと思ったら、リーゼントと赤髪が来たのって。そうなのよ。びっくりした。素敵な髪型でした。そうですね。なんかお土産いただいちゃって、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。どら焼き大好きなどら焼き。ありがたいです。嬉しい。あの、イモネルさん、また来週もお待ちしてるんで、お腹すかせて待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。